皆さんこんにちは。元祖バイリンガルで花の82年組と呼ばれるアイドルの当たり年にデビューした早見優さん、がん再発で余命宣告された病状に言葉を失う。今日は早見優さんのことについて紹介します。まずは早見優さんの経歴とプロフィールから紹介します。早見優は日本の歌手、女優、タレント。1966年9月2日生まれで、2023年で57歳になります。かつてのアイドルもアラフォーになるんだと時が経ったことを感じますね。早見優さんは生まれは静岡県の熱海市ですが、3歳から7歳までグアムで、7歳から14歳まではハワイで育っているんですね。なんとも羨ましい生活といった感じですよね。父親がジャズシンガーの井上与さんです。14歳の時にハワイの三越のエレベーターでサンミュージックプロダクションにスカウトをされたんですね。やはり芸能界にスカウトされる人というのはどこにいても目をつけられるといったところでしょうか。その後日本に単身帰国をして、日本にあるアメリカンスクールに通いながらタレントになるためのレッスンを受けたそうです。1982年4月21日にアイドル歌手としてデビューしたんですね。まさにアイドル全盛期時代で、同期には松本伊代、堀ちえみ、小泉京子、中森明菜などがいるんですね。舘ひろしと早見優のポートピア病院の画像がヤバすぎって本当。噂の痙攣事件を調査。舘ひろしと早見優の関係は、伝説のポートピア病院の一件とは、その画像がヤバすぎるとも話題になっています。病院へ行くことになった痙攣事件の真相は、目撃情報も参考にして徹底検証します。そんな館ひろしさんには、過去に早見優さんにアプローチして不倫関係なんて噂がありました。本当なのでしょうか。調べてみると、過去に舘ひろしさんと早見優さんが付き合っていたという噂が出回っていました。なんでも早見優さんがアイドル歌手として人気絶頂だった頃、舘ひろしさんは番組での共演中に堂々と早見優さんを口説いていたとか。しかし二人が交際したという確かな情報も証拠もないので、ただの噂のようです。そして早見優さんのアイドル時代ということは、舘ひろしさんも早見優さんもまだ結婚していないので、不倫関係だったということもはありません。舘ひろしさんには現在幸子さんという超美人嫁がいます。一般人ですがとても美人で上品な方です。年齢は舘ひろしさんよりも13歳年下です。早見優さんにも素敵な夫がいます。早見優さんの夫は福田富男さんという方です。早見優の旦那って福田富男さんらしいですけど、こんな男前なんけびっくりした。舘ひろしさんに負けず劣らずのイケメンですね。交際していたと噂の舘ひろしさんと早見優さんですが、二人には交際の事実よりも衝撃的な痙攣事件という伝説が存在していました。その痙攣事件伝説とは、まず舘ひろしさんと早見優さんがホテルで密会、その後男女の行為を行っている最中、早見優さん側に痙攣が、そして館ひろしさんがあれを抜こうとするも抜けなくなってしまったという事態に試行錯誤したものの、他人の力を借りなければどうしようもないということになり、救急車でポートピア病院へ搬送されたというのが事件の内容でした。これ事実だったら恥ずかしすぎてかなりヤバいですよね。舘ひろしさんと早見優さんの都市伝説に衝撃画像があるとかないとかの情報があります。画像の内容は、病院に運ばれ処置が施されるまでは二人は合体したままの状態だったとか。さらに具体的には、舘ひろしさんと早見優さんは共に上半身は服を着ていて、サングラスをかけていたとのこと。そして下半身の事件が起こった部分は毛布に包まれていたとも。この舘ひろしさんと早見優さんのポートピア病院に搬送されたという衝撃の痙攣事件には黒幕がいて、それが神田正輝さんだったなんて噂がありました。さらに衝撃的な話ですよね。しかしこの噂は神田正輝さんが黒幕だったわけではなく、早見優さんの痙攣事件の相手が舘ひろしさんではなく、
神田正輝さんだったという噂でした。なぜ神田正輝さんが浮上したのかというと、早見優さんの公表していた好きな男性のタイプが舘ひろしさんではなく神田正輝さんに当てはまっていたということです。舘ひろしさんと早見優さんの衝撃的な痙攣事件について紹介しましたが、真相はどうなんでしょうか。この事件の情報は2006年頃に20年前の話でという形でネット上に書き込まれたことが始まりとされています。しかし確かな情報は一つもありません。これに関しては目撃情報といわれるものがいくつか出回っていました。事件が起こって救急搬送の際、それを嗅ぎつけたホテルの利用客に目撃された、友達が現場を見た、救急搬送の際に業務に当たった救急隊員が友人で、その人から詳しく聞いたというものでした。そもそもこの噂は東京のホテルで密会していたはずなのに、搬送先が兵庫のポートピア病院で、そこに運ばれたのを見たということ自体怪しいですよね。この件に関してはポートピア病院ではなく六本木の元防衛庁近くの病院説もあるようですが、どちらも確かな情報ではないようです。しかも救急搬送されるときに2人の下半身をくるんでいた、毛布が風に煽られ飛んでいったなんて話もあり、完全にネタですよね。舘ひろしさんと早見優さんには交際していたという証拠自体ないのでデマだとの意見が多く、それでもヤバすぎて面白いからと都市伝説となっているようです。確かに都市伝説になっていいほど衝撃の内容ですよね。舘ひろしさんと早見優さんの都市伝説は今でも思い出しちゃう人がたくさんいるようです。舘ひろしさんと男女の行為中に早見優さんに起こったとされる痙攣事件、この事件が本当だとしたら、女性の膣が痙攣する症状とはどのようなものなのでしょうか。病名としては膣痙攣といって、女性の性機能障害の一つとされています。症状としては膣周りの筋肉に突然痙攣が起こり収縮してしまうそうです。無理にどうにかしようとすると強い痛みが伴ってしまうんだとか。あまり聞いたことがありませんでしたが、こういった障害があるんだとの認識ができましたね。医者の見解としては、医学上そのような状態で離れなくなることは極めて稀とのこと。あまり聞いたことがないので、やっぱりかなり稀なケースなんですね。舘ひろしさんと早見優さんの痙攣事件はあまり信憑性がないようですが、内容としては全くありえない症状でもなく、こんな稀な症状を噂した人の知識が逆にすごいです。舘ひろしさんと衝撃の都市伝説のある早見優さんは2017年年末に子宮筋腫が悪化して摘出する手術を受けています。子宮筋腫とは子宮の壁にポコッとこぶのようなものができる症状で、筋肉が異常に増えてできる良性の腫瘍です。原因は女性ホルモンが影響していると考えられています。都市伝説にある痙攣ではありません。早見優さんは以前から子宮筋腫を患っていたようですが、手術するまでの1年でかなり肥大化してしまいました。その影響でお肌や腰の痛みが悪化、手術は腹腔鏡手術で行われ、入院生活短くて済んだそうです。無事に手術が済んで現在では元気な姿に戻ってよかったですよね。舘ひろしさんと早見優さんの間で都市伝説化している真相については賛否両論ありますが、個人的にはデマ説に一票です。2023年現在57歳の早見優さんですが、ミニスカートを履けば足が綺麗、髪型を変えれば真似したくなるなど、同世代の女性からは今もなお注目を集めています。50歳を超えてもスレンダーな体型でツヤツヤの肌をしていますが、その綺麗さを保つ秘訣とは何なんでしょうか。食生活については、1日3食をきちんと食べることだそうで、健康にもかなり気をつけています。間食がお菓子ではなく野菜ということで、やはり美ボディや健康をキーフするために努力されていますね。それから1日 4km 以上のウォーキングにもボディメイクの秘訣だといいます。2022年に芸能活動40周年を迎えた早見さんですが、同時に所属していた事務所のキープスマイリングから
独立することを自身のインスタグラムで発表しました。独立した理由については、ずっとついていたマネージャーが亡くなったことで独立を考えるようになったようです。所属していた事務所に感謝の気持ちを述べていますので、良好な関係の独立のようですね。現在は株式会社テックスエージェンシーとエージェント契約を結んで活動されています。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。